ティーブ・ジョブズ氏とジョナサン・アイブ氏のタッグ時代の Mac のケースです。一番左が Mac Pro で5インチドライブが2個ついています。右2つが PowerMac G5 で5インチドライブは1個で世代違いです。縦、横、奥行き寸法は3台とも同じです。左の Mac Pro だけ正面のコネクターが違っています。一番左の Mac Pro のみファンが1個で、PowerMac G5 は2個です。一番左の Mac Pro のみ PCI スロットが5個で、PowerMac G5 は2つとも4個です。この機種だけ電源コネクターが違います。Windows PC の IO パネルを当ててみます。下側の R にかぶっています。Mac Pro はレバーが長いです。3機種とも盗難防止のフックがこのようについています。素晴らしい精度で作られています。このパワーマック G5 だけ、ここに無線 LAN アンテナがあります。電源ケーブルです。いちいちかっこよくなるようにデザインされています。このパワーマック G5 だけ、サーバー用の電源コネクターが使用されています。ハードディスクブラケットが1個ありませんが、3.5 インチハードディスクは4台搭載可能です。カバーのロックを外すと、ハードディスクのロックも外れるという凝った機構を持っています。光学ドライブの5インチベイです。電源です。ATX 電源のようなサイズですが、エアフローが前後になっているので、ATX 電源を入れると冷却ファンのための穴を開ける必要があります。SFX 電源が良いでしょうね。高いですが。光学ドライブはこのようにトレイが飛び出すことで、シャッターが開く機構になっています。
PCI スロット専用の冷却ファンがあります。内部のエアフローのため、透明なカバーがついています。ここに 3.5 インチハードディスクドライブが2個入ります。ファンで冷却されています。PCI スロット専用の冷却ファンがあります。筐体の底辺に電源が格納されています。アンテナ部です。こちらにも内部のエアフローのため、透明なカバーがついています。ここに 3.5 インチハードディスクドライブが2個入ります。ファンで冷却されています。黒い太いのがアンテナっぽいです。Mac Pro と Power Mac G5 の内部構造比較です。この下に電源が入っています。
ピーカーです。パワーマック G5 同士の比較です。基本サイズは同じです。Windows パーツを Mac に入れるため、白い IO パネルのマザーボードに買い替えました。Mac Pro の場合、PCI スロット1個分上に上げないと下が厳しそうですね。Windows PC は PCI と IO パネルに段差がないのですが、Mac にはあります。
チャンネル登録と通知のベルマーク、よろしくお願いします。よかったら、いいねボタンをお願いします。